はようございます。おはようございます。アレリア、おはようございます。あやこさん、たかしさん、アンディビさん、ガッデムさん、おはようございます。おはようございます。今日はですね、秘密の森ですね、秘密の森に来ました。うなさん、エクスジャパンさん、ジゼルさん、ここはですね、あのカラスの巣がたくさんあるみたいで、ちょっとカラスがうるさいかもしれません。エイジさん、ルルさん、おはようございます。アリエルさん、おはようございます。ここはですね、カラスの巣、多分カラスの巣がありまして、カラスがたくさん、飛んでいます。ライオンさん、昨日よりちょっと寒くない、昨日の方が寒かったかもしれませんね。ジェイさん、今朝は体調が良くなってきました。本日も朝の光を、まあ朝の光を拝むのは良くないですが。元彼さん、おはようございます。まあ今、まあ、朝日が昇っています、ね。まあ、この放送は朝日放送とも言えるでしょう。この朝日というのはですね、夜から朝になる、太陽が出て夜から朝になる。そうすればですね、それは、その神様が光で、神様がこの世に来て、まあ、イエス様と言ったらいいでしょうか。イエス様が光として、誠の光としてこの世に来て、そして、この世を明るくされる、この世を神の国にする、それが、ですね、私たちはそういう意味で、かっちゃん、おはようございます。私たちは日本のリバイバルを求めているというのは、日本のリバイバルを求めているというのはですね、日本に、義の太陽であるイエス様が来られて、そして、闇の世界が明るくなる、闇の世界が明るくなるということを私たちは、予言的に毎朝毎朝予言的に体験しているということです。 MJ さん、おはようございます。ですから、なぜ毎朝太陽が昇るんですか。それは、イエス様が来てこの世が明るくなるということです。イエス様は世の光、イエス様は世の光、そしてそのイエス様の光で私たちの心が明るくなる、イエス様の光でこの世の闇が消えていく、イエス様の光でこの世の闇が消えていくということを表します。ですから、皆さん、毎朝の朝日には意味があるということですね。毎朝の朝日に意味がある、それは霊的なことを表している、霊的なことを表しているということです。納豆さん、おはようございます。朝の光がエメラルドグリーンで、純色に輝いています。心が晴れ、汚れが浄化される。あ、もう寒いですね。息が白くなる季節です。 S さん、おはようございます。雑魚さん、雑魚さんじゃないかな、ザコさんって言うのかな、ザコさん、おはようございます。油すぎで体が熱くなります。そうですね、
今日のタイトルはですね、あなたは高価でたっとい、あなたは高価でたっといというタイトルです。この御言葉はですね、イザヤ43の4に、書かれている御言葉ですが、これは、イスラエルの人たちに対する言葉ですね。神様が選んだ民、神様が、選んだ民族、そのイスラエル、そのイスラエルに向けて神様が言われている言葉です。異邦人のことじゃないんですね。異邦人のことではなくて、もう大丈夫かな。異邦人のことじゃなくてですね、イスラエルの人たちに向けた、御言葉です。しかしそれも、結局は予言的で、ごめんなさい、字間違えてました。千代さん、はい、すいませんでした。ザクじゃなくて千代さん、ごめんなさい。マドンナさん、おはようございます。双葉さん、おはようございます。結局は、クリスチャンのことを言うんですね。クリスチャンがイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを心の中に持ち、そして父なる神から見れば、私たちは神の子として生まれます。皆さん、親がですね、子供を尊く感じるのはわかるじゃないですか。親が子供を虐待する事件があって心が痛いですが、本来はですね、親は子供を尊く後悔に感じます。子供を喜びます。それと同じように父なる神様、ゆうさん、おはようございます。父なる神は、一人子であるイエス様を愛しています。父なる神は一人子のイエス様を愛していますが、イエスキリストを通して生まれた、神の子供たち、それはイエスキリストを信じるクリスチャンのことなんですが、イエスキリストを通して神の子になった神の子供たちも、父なる神は高価で尊く見えるのです。兄弟姉妹の皆さん、神の目から見て私たちは高価で尊く見えるのです。ですから皆さん、喜びましょう。以前私たちはセルフイメージが低くて、自分のアイデンティティがありませんでした。一体私とは何なんだ、私は一体何なの。多くの人は自分の存在価値が分からずに苦しんで、自分は生まれてこない方が良かったんではないか、自分は生きる価値がないんじゃないかと、多くの人が、アイデンティティを喪失しています。それは私たちを作ってくださった神様から遠く離れ、自分の力で生きているならば、誰でも自分のアイデンティティを失ってしまいます。家出した子供は自分のアイデンティティを失ってしまいます。しかし父なる神は、その失われた魂を探すために、イエス様を送ってくださいました。イエス様は迷える子羊を探しにこの地上に来てくださり、私たちを見つけてくださり、私たちを救ってくださいました。イエス・キリストを信じる者はイエス様によって見つけられ救われるのです。そして私たちも本当のアイデンティティをもらうことができます。神の子供としてのアイデンティティ、
それが本来の私たちが持つべき本当のアイデンティティです。兄弟姉妹の皆さん、私たちのアイデンティティ、それはイエス・キリストにある神の子供です。ですから私たちは決して、私たちはセルフイメージを低くしてはいけません。私たちが素晴らしいのではありません。イエス様が素晴らしいのです。そしてイエス様によって私たちは、素晴らしい、アイデンティティっていうとちょっと、英語ですけど、なんて言ったらいいでしょうかね。私たちは、その身分という言葉もちょっとおかしいかもしれませんが、そうですね、私たちの存在が尊い存在になったということですね。自分が素晴らしいから尊い存在になったのではなくて、イエス様が素晴らしいから、イエス様が尊いのだ、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちもその尊いものにされたんですね。罪が許された、私たちが義とされた、つまり神様に良しとされたということです。ですから兄弟姉妹の皆さん、私たちは決して自分を低くしてはいけません。もちろん謙遜という意味では低くしなければなりませんが、神様が与えられた、その存在としては、神の子供として歩まなければならないということですね。もちろん傲慢になってはいけません。自分が偉いからそうなったわけではありません。イエス・キリストのゆえに、神の子供になった。それは自分を誇るのではなく、自分を救ってくださったイエス様を誇り、十字架を誇るということです。イエス様を誇る、それはイエス様のおかげ、イエス様の十字架のおかげで私たちは神の子供になった。そして神の子供として歩みます。それはイエス様を尊び、イエス様の教えを尊び、そして、兄弟姉妹も同じように神の子供で、私たちはお互いに敬い合い、愛し合うことができるようになったんです。太平洋さん、アレリア。兄弟姉妹の皆さん、私たちは失われていましたけど、今見出されて神の子供になり、敬い合うことができるようになりました。尊び合うことができるようになりました。そして私たちは、まだ救われてない人に対しても、私たちはその人が神様に似せて作られた人間として、敬うことができます。聖書はですね、すべての人を敬いなさいという御言葉があります。節子さん、おはようございます。この世はですね、人を敬いません。この世はですね、人を見下し、人を見捨て、人を人と思わない世界、それは悪魔の心ですよね。人の命を軽んじて、人を敬わない世界、人を尊ばない世界、それがこの世です。それは決していいことではありません。私たちも以前は人を敬いませんでしたけど、神の子供になって、神の子供になって すいません、神を敬い、親を敬い、全ての人を敬うようになりました。全ての人を敬うようになりました。天国ではそういうことなんです。天国では、お互いに敬い合う世界、天国は
互いに敬う合う世界なんです。ですから私たちは、プレクニさんおはようございます。私たちは、この地上においても、この地上においても敬い合います。そういう社会、それがまさに光の社会ではないでしょうか。リノさんおはようございます。この社会は闇です。ですから敬い合いません。お互いに、愛し合いません。それが闇の国です。しかし私たちは光を受けて、光を受けて、イエス様の光を受けて、悔い改めました。私たちは、天のお父様が私たちを高価で尊いと、私たちはイエス・キリストを通して私たちは神様に愛され尊い存在になったんです。尊い存在になったんです。ですから神の子として、神の子として他の人を敬い、悪い人をも敬い、罪人を敬い、私たちは人を見捨てないものになりました。世の中は人を見捨てます。しかし神様は人を見捨てません。ですから私たちは、人を見捨てない在り方、それが神の国、それが神の国です。 MJ さん、敬い合えるに人同士が大きな力となればいいと思う。そして私たちは、敬い合うことによって、敬い合うことによって本当に、生きることの、生きることの喜びを感じることができます。敬い合うことによって、お互いのですね、敬い合うことによって私たちは人間関係が楽しくなり、敬い合うことによって、敬い合うことによって私たちは生きることが楽しくなるのです。お互いの存在、お互いの存在を喜び合うことができます。お互いの存在を、喜び合うことができます。ごめんなさい、ちょっとです、スマホが、これでいいですかね。はい、それではですね、明石タイムいきましょう。明石タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、あ、今までは自分はダメだったんだ、自分は生きる価値がない、自分は存在する価値がない、生まれてこない方が良かったと思っていたけど、イエス・キリストを信じて、あ、私は生きていて良かった、生まれてきて良かった、私は、高価で尊いと思われているということが分かった。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、神の目に高価で尊い存在だということが分かった。なおさん、おはようございます。ああ、生まれてきてよかった、神様に作られてよかった、生きていることは素晴らしいんだ、尊い存在として神の子供として生きていいんだ
生きることは素晴らしいということを感じるようになった証。スタート。スタート。春樹さん、寒くなりましたが、心はイエス様で満たされているので温かいです。X ジャパンさん、人を恨んでましたけれど、イエス様のおかげで治りました。よかったですね。アメン。アメン。MJ さん、いつも感謝の心で生きてるよ。以前は喜べなかった。以前は感謝できなかった。しかし今は神の愛に感謝する。神様を敬い、神に感謝できるようになった証。マドンナさん、聖句をノートに書き写すの楽しい。聖句というのは聖書の、そのある部分ですね。一節一節一節を聖句と言います。はい、証はないでしょうか。皆さんが証を、書くということは、神様に栄光を返す、返します。伝道することになります。AV を全部捨てました。素晴らしい。AV を全部捨てました。ヤギさん、田代正史さんが薬物をやめれるように祈って、効果ありますか？もちろんです。もちろん祈ってあげてください。覚醒剤はですね、本当に、人間を束縛します、悪魔の罠です。誰でもですね、覚醒剤を やってしまうとなかなかやめれません。だから、いくら逮捕したからといって彼を救うことができません。彼がイエス様を信じれば、彼がイエス様を信じれば、神の力で、解放されるされます。ですから、政府はですね、政府はただ逮捕するだけではなく、本当に、覚醒剤から更生する方法をですね、知らなければなりません。医学で治そうとするかもしれません。なかなか医学ではやめれないんです。霊的な問題なんですね。霊的な問題、田代さんは自分の力ではやめれないのです、ね、自分の力で覚醒剤やめれないんです。それを理解する必要があります。彼は、やめたいと思っているけれど、悪魔の力、まあ私たちは覚醒剤の悪霊と言ってもいいでしょう。覚醒剤の悪霊によって縛られて、その悪霊を追い出さなければ、覚醒剤の悪霊を追い出さなければ彼はやめることはできないのです。お酒もそうですね。お酒の悪霊を追い出さないとお酒をやめることはできません。多くの人はお酒や覚醒剤で人生を、壊しています。人生をダメにしています。それは医学も政府も理解しなければなりません。イエスキリストを伝えて、その人から悪霊を追い出す、悪霊を追い出す必要があるということを気づかなければなりません。
ゆうさん、与えられた私の人生を感謝です。誠実に教えを守り生きていきたいと感じます。 MJ さん、ノンアルコール、ノンアルビール、ノンアルビールしか飲まなくなりました。よかったですね。皆さん、私たちは悪魔に支配され、悪魔の奴隷になり、罪の奴隷になっています。田代さんも悪魔の奴隷、覚醒剤の奴隷になっています。しかし、その奴隷から救ってくれるのはイエス様だけなんです。イエス様だけがその奴隷から救ってくれます。ですから、多くの人はそれを知らなければいけません。ああ、私はお酒がやめれない、覚醒剤がやめれない、ギャンブルがやめれない、ゲームがやめれない、それは、罪の奴隷だからですね。ノンアルも良くないですよ。ノンアルも良くないけど、とにかく皆さんがまず救われる必要があるのです。皆さんが生まれ変わって、神の子にならなければなりません。かっちゃん、アル中だったキュータンが変わったのは悪魔が出ていったんですね。アメン。そうです、私もアル中でしたね。私も毎晩お酒をやめれませんでした。お酒が人生でした。お酒が人生でした。しかしイエス様を信じたら飲みたくなくなったんですね。飲みたくなくなりました。ですから誰でもやめることができるんです。ジデロンさん、なぜ多くの日本人は性欲の奴隷なんですか。それは、その人間のそういう性欲を利用して、お金儲けしている人たちが多くて、悪魔が働いているからですね。悪魔が人間の欲を利用して、縛っているからですね。ですから人間は弱いものです。人間は悪魔にから逃げれないのです。ですからイエス様が必要なんです。皆さんぜひ理解してください。本来高価で尊くなれる人間が、悪魔によってダメにされている、高価なものがダメにされている、それが罪なんです。ですからその悪魔から救わなければ、せっかくの人間が、ダメになってしまっています。ギャンブル依存症も治りますか。治ります。ギャンブル依存症も治ります。なおさん、イエス様がすべてを癒してくれますよ。イエス様がすべてを癒してくれますよ。皆さん、真理を知りましょう。真理を知りましょう。世の中の問題は何ですか。世の中の問題たくさんありますが、全部それは、罪の問題です。悪魔に支配されていること、悪魔に騙されていること、悪魔に騙されていることが社会の問題なんです。ぜひ皆さん理解しましょう。お互いに愛がなければ、どうしてもうまくいかないんです。人間関係がうまくいきません。あ、おはようございます。おはようございます。はい。行ったんですよ。怖くて。はい。あ、これじゃあちょっと通えないなぁ。あ、そうですか。そうですか。うん。あ、映っていいですか。はい。あ、すごいすごい。うわお。また。はい。ですから皆さん、どうしたらいいのか、何が問題
なのかが分かれば解決も知ってほしいのです。つまり、問題の原因は罪であり、そして解決はイエス様です。ぜひ皆さん、私たちは社会の問題、人間の問題を理解しましょう。そしてまず私たちが救われる必要があります。私たちが救われて、そして今度は人を救う働きをするのです。それが朝日です。朝日というのは、闇から朝になる。日本は闇です。この闇である日本を、朝が来るようにしなければなりません。皆さんが世の光として輝けば、皆さんが神の子に生まれ変わって輝けば、日本は明るくなります。日本は明るくなります。なおさんも天国に行けば30歳になりますね。私たちは、あ、ごめんなさい、私たちは、天国に行けば30歳になりますね。天国に行けば30歳になります。ぜひ、皆さん、この世では、老化し、この世では弱くなり、この世では肉体が、死んでしまいます。しかしイエス・キリストを信じて神の子として生まれるならば、私たちは永遠の命をもらうことができます。MJ さん、すべてを捨てて音楽の道を歩もうと思います。いえいえいえ。MJ さん、すべてを捨てて、イエス様の道を歩みましょう。イエス様の道を歩むのです。それが大事なポイントです。イエス様の道を歩みましょう。ナオさん、もう天国に行けばものすごい、みんなが美しくなります。天国行けばみんながもうものすごく美しくなります。男性も女性もみんな若くなり、みんな美しくなります。本当です、本当です。ですから皆さん、期待してください。どんな障害もなくなります。どんな問題もなくなるんです。天国に行けばですね、もう本当にそれは最高の自分、最高の自分になれます。 S さん、もし相談があればですね、まずスカイプか LINE で相談してみてくださいね。スカイプ、LINE で相談ができますから、まず連絡ください。ジデオンさん、やはり受験勉強はしない方がいいんですか。私は、イエス様の勉強をしてほしいと思いますね。イエス様の勉強してほしいです。ツイキャスですか。ツイキャス今してますよ。グルさん、今ツイキャスしてます。それでは招きをしましょう。皆さん、誰でもイエス・キリストを信じて神の子として生まれ変わるならば、誰でもイエス様を心の中に、招待するならば、誰でも高価で尊くなれます。誰でも高価で尊くなります。 MJ さん、イエス様にカモンと言ったら来てくれますか。来てくれますよ。喜んで来てくれます。そして私たちは人の存在を、尊く、ね、誰に対しても敬い、どんな人でも、小さな子供でも、老人でも、悪い人でさえ敬いましょう。私たちは神様に似せて作られた人間、神様を敬うがゆえに人を敬いましょう。
様を敬いますから、人を敬うのです。もう自分のアイデンティティを低くしないで、イエス様を信じて高価で尊くなりましょう。神様は私たちをイエス・キリストのゆえに高価で尊く見てくれてるんです。ぜひ皆さん、そういう人生、本当の人生、その本当の人生を歩もうではないでしょうか。今日の放送を聞いて、ああそうなんだ、自分は生きる価値がないんだ、自分は生まれてこない方がいいと思ってたけど、そうじゃないんだ、誰でもイエス・キリストを信じて高価で尊くなれるんだ、高価で、尊くなれるんだ、だったらイエス様を信じよう、イエス様を信じて神の子になろう、イエス様を信じて神の子になりたい、そう思う方はアメンと言ってください。そう思う方はアメン。もう、ね、自分のアイデンティティがわからないような人生ではなく、自分がどういう存在かをはっきりしたい、意味のある人生になりたい、意味のある人生になりたい、人を敬うような、人になりたい、人を敬うことができる人間になりたい、そう思う方、アメン、アメン、アメン。人を愛せる人間になりたい、人を愛せる人間になりたい、敬い合うことが、敬い合う人生をになりたい、人と敬い合うことができる人生になりたい方、アメン。天のお父様、ごめんなさい、以前は人を憎み、人を嫌い、人を見下げていた人生でした。イエス様ごめんなさい、私たちは、人間が神様に似せて作られたもので、イエス・キリストを信じることによって神の子供になるということを知りました。そして私たちは天のお父様が私たちを高価で尊い愛していると、神様が思っていることを知りました。あなたの愛で愛されていることは、それが人生であり、そこに素晴らしい価値があり、そこに永遠の喜びがあることが分かりました。今アーメンと言った方々がイエス様を信じて、そのような本来の人間、本来の生き方、本来の考え方を知ることができますように。自分を低くするのではなく、自分を神の子供として、神の子供として歩むことができますように。人を敬うことができる人間、人を愛することができる人間となりますように。イエス様、どうぞこの闇の世界に光を放ってください。この闇の日本に光を放って、日本が明るくなりますように。日本が敬い合う社会、喜び合う社会となりますように。どうぞ覚醒剤で苦しんでいる方、お酒で苦しんでいる方、ギャンブルで苦しんでいる方、さまざまな悪習慣で苦しんでいる方を助けてください。彼らを解放してください。彼らを解放してください。彼らがイエス様を知って、イエス様の力を受けて、彼らが救われますよ。サタンの奴隷から救ってください。罪の奴隷から救ってください。彼らを解放してください。彼らを助けてください。イエス様お願いします。日本中、世界中で、サタンに苦しめられている人がたくさんいます。どうぞ彼らを、救ってください。彼らを救ってください。イエス様お願いします。彼らを救ってください。イエス様、日本を救ってください。日本を救ってください。あなたが来てください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。
アーメン。はい、皆さん、喜びましょう。イエス・キリストに会って神の子供になったことを喜びましょう。そして人を敬い、人を愛するような人生を始めましょう。喜び合うのです。敵をも愛するような生き方、どんな人も敬うことができるような生き方をしましょう。それが天のお父様の御心です。天の父の御心を行いましょう。イエス様の教えは、イエス様の教えは父の御心です。どうぞ皆さん、これからイエス様の教えを一緒に学んで、一緒に学んで神の子供として、喜ばれる生き方をしましょう。そして日本のリバイバルのために一緒に祈っていきましょう。一緒に祈って一緒に天国に行ける人を、招こうではないでしょうか。本当に天国はあります、地獄があります。皆さんと一緒に天国に行きたいのです。皆さんと一緒に天国に行きたいのです。地獄に行ってほしくありません。皆さん、誰も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 地獄に行ってほしくありません。一緒に天国に行きましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローン。ありがとうございました。夜7時に良い一日を、良い一日を。シャローン、シャローン、シャローン。